女なんて勘弁してくれよ。おや、警察組織は男社会だ。女というだけで拒絶する刑事たちと出くわすことは珍しくない。どこに行っても異質な存在として見られることにはもはや慣れている。しかし彼の反応はいつものそれとは違う気配を感じる。改めて紹介しよう。アイゼン・セナ君だ。階級は巡査、年は25。今日からこれが君の相棒ね。アイゼン・セナ。ああ、アイゼン冥王のアイゼンに刹那と書いてセナ。ほらよ。彼はポケットから名刺を引っ張り出し、押し付けるようにそれをよこしてきた。見ると確かに G 県警本部捜査一課巡査アイゼン・セナと書いてある。一応名刺は本物のようだ。でも顔を見ると間違いなくヤンキーがそこにいる。そして名刺に書かれている名前は歌舞伎町あたりのホストが好けそうな源氏名としか思えない。ヤンキーホスト、ヤンキーホスト。彼の顔と名刺と何度も見比べるが、どうにも頭の整理がつかない。あなた副業でホストか何かやってる？アホかてめえは。どこの世界に源氏名つけてる刑事がいるんだよ。いや、だってこの名前。てめえ、両親が世界最速の男になってほしいと願いを込めてつけてくれた名前をバカにすると許さねえぜ。すごむとなおさらヤンキーにしか見えない。これが私の新しい相棒か。いやいや、人を見た目で判断してはいけない。分かっている、分かっているのだが、この相棒には突っ込みどころしかない。それじゃあお互い自己紹介は済んだみたいだし、あとはよろぴく。くれぐれも問題とか起こさないでね。あ、はい、これ事件の資料。あ、くわばらくわばら。不穏な空気を敏感に感じ取った田中課長は言うだけ言って、そそくさと逃げるように自分の席へ戻っていった。くわばらくわばらって、私は疫病神か。やっとお着身やらコピー取りから解放されて刑事らしい仕事ができるかと思ったのによ。どこの馬の骨とも知れねえ。それも女が相棒だなんてよ。とんだお荷物を押し付けられちまったもんだぜ。お荷物か。聞き流すこともできたが、このヤンキーに主導権を渡すわけにはいかない。私は、ほう、チュートリアルカレッジポイント。画面右上に表示されているゲージはカレッジポイントと呼ばれるものです。選択肢の中にはカレッジマークがついているものがあり、これを選択するにはカレッジを必要とします。カレッジポイントがなくなってしまうと、カレッジマークのついている選択肢を選ぶことができなくなります。冷静な判断で限りあるポイントをうまく使い、情報を集めていきましょう。選んだ選択肢によっては最終評価に影響することもありますので、ご注意ください。またカレッジポイントの初期保有数および上限値は各話によって異なります。はい、さあアイゼン・セナ君、まあ私個人の中ではこんな感じ、まあいろんな声があるんですが、できればもうちょっとね、
理想としてはもうちょっと違う声になりたかったんですけれど、まあ、自分が出せるものとしてはまあギリこれかなっていう感じを当てさせてもらいましたけれどね、あのイメージと違ったらねごめんなさい。はい、ですがね、これからこの声でアイゼン君やっていきますんでよろしくお願いします。私ともどもアイゼン君よろしくお願いいたします。はい、さて、あのねごめんね、自分の一人称が風見とか純也とかっていうのに慣れすぎていて、もう北条って文字が出てきてそれをねなんて読むんだっけってちょっと、ね、一瞬間が空いちゃうっていう、まだ自分が北条である自覚がちょっと足りないのでね。いやー、よし、さあ、システム自体は慣れ親しんだシステムなんでね大丈夫です。さてさて、第1話で7個、まあ、この7個が多いのか少ないのかは全くわからないんだよね。うん、でもまあこう何があるかわからない、まあそう考えるとやっぱりこう温存していきたいよね。本当に使いたい場面に使えなかったらそれが一番悔しい問題があるので、まあそのためにここで1個使うかっていう話はあるんだけれど、でもどれを選択するかによってその物語の評価に影響が出るとまで言われたのでね、そういう意味ではここは言っといた方がいいんじゃないかな。物語っていうよりは北条咲と私と瀬名くんの関係性についてもちょっと変えていきたいというか、もう最初からガツンって言っておいた方がいいんじゃないかな。私はこうみたいな言われっぱなしもどうかと思うので、ちょっと瀬名くんがそれを見てどんな反応をするのかが見たい結局そこか、そこなのか。はい、ということでね、反撃に出てみましょう。これが結果的にか無駄カリッジになるかはわからないけれど、いきます、反撃に出た。私は反撃に出た。それはこっちのセリフよ。せっかく地域課から転属されたっていうのに、まさか捜査一課に来てまでヤンキーの面倒を見る羽目になるとはね。誰がヤンキーだ、このクソ女。あなた以外この捜査一課の中のどこにヤンキーがいるっていうのよ。バチバチと見えない火花が散る。田中課長が頭を抱えている姿が目に入った。さっきよりも頭髪が薄く見えるのは気のせいか。ったく最悪の展開だぜ。最悪の展開って言うなよ、ちょっとぐさりときただろう。チュートリアル分岐ツリー。分岐ツリーというシステムがあります。三角のシステムメニューから分岐ツリーを選択することで表示されます。またシナリオ選択画面のシーン選択からでも表示することができます。はい、これまであなたが進んだストーリーの道筋がラインとシーンアイコンによって描かれます。このツリー情報は自動的に更新され、2度目以降のプレイの際にも継続されます。まだ選んだことのない選択肢も確認ができます。明るい線とアイコンが現在通ってきた道筋です。分岐ツリーではジャンプ機能があります。ジャンプ機能とはこれまでに通ったことのあるシーンからプレイを再開できる機能です。アイコンにカーソルを合わせて丸を押せばそのシーンから再開することができます。再開するとそれまでの道筋や取得したキーワードは前回そのシーンを通った時の状態になりますのでご注意ください。
こうして新たな相棒とのファーストインプレッションは共に最悪という結果に終わった。ダメだったのかよ。しかしむしろその方が都合がいい。2年前のブラインドマン事件では私の関わった人たちはことごとく死んでしまったのだ。まるで私自身が死を呼び寄せる死神であるかのように。そんな私に仲間を得る資格などない。相棒なんてものは必要ないのだ。そんなことにはまずなるまいが、この男を相棒と認め、またあの時のように無残に失うことになったら、私の自我は瞬く間に崩壊し、二度とこの世界を生きていけなくなるに違いない。もう誰かと深く関わるべきではない。私は与えられた任務を全うすることだけに専念すればいい。そう、そのためにこの事件に呼ばれたのだ。これは私だけの戦いなのだ。なんだよ、急に黙りやがって。もしかして泣くんじゃねえだろうな。バカね。誰がこれ式のことで泣くものですか。女はすぐ泣くものと思っているようだが、あいにくと涙はもう枯れ果てている。そっか、それなら別にいいんだけどよ。今回私たちが担当する事件のことを考えていたのよ。上から直々の命令だと聞いたけど、相当厄介な事件のようね。ああ、まあな。けどよ、上からの直々の命令だっつうのは初耳だな。そうなの？課長からは本部長命令だって聞かされたわ。なるほど、本部長か。そいつはまた。どうしたの？いや、実はよ、本部長とは一度も会ったことがねえっていうか、俺だけじゃねえ、ここにいる連中も誰一人として本部長の姿を見たことがねえんだよ。本部長の姿を誰一人見たことがない？そんなことが現実にあり得るだろうか。私は、プリーズセレクト。こらえきれずに突っ込んだ。詳しく聞いてみることにした。ここはなんていうか、ちゃんと聞いた方がいいと思います。ちゃちゃ入れるとかせずにね。私は詳しく聞いてみることにした。それ、どういうこと？本部長を誰も見たことがないなんて。確かに県警の本部長ともなれば、平野巡査や巡査長にとって出会う機会が少ないというのは理解できる。だがいくらなんでも誰一人として姿を見たことがないなんて、さすがに誇張しすぎではないだろうか。本部長の話は事件級内じゃ都市伝説になってるくらいだ。本部長の存在が都市伝説って、一体どんな組織なんだ、ここは。重要な式典みたいなのにも名前だけで姿を見せねえ。噂じゃ、仕事のほとんどは副本部長が代わりにやってるみてえだ。そのせいで、実は本部長は幽霊なんじゃないかと。実は本部長はアメリカだかのスパイで、人目につかないようにしてるだとか。実は人間じゃなくて、ものすげえコンピューターが指示を出してるんじゃないかとか、取り上げてったらキリがねえくらい噂になってるぜ。ものすげえコンピューターって、
一体いつの時代の SF 映画の話なんだか。まあその辺の噂が本物かどうかはともかく、そういう都市伝説があるくらい本部長が姿を見せねえってのは本当だよ。私が呆れているのに気づいたのか、彼は元々の質問について改めて返答をよこす。確かに火のないところに煙は立たない。さして都市伝説に興味がなさそうな彼でも知っているくらいだ。本部長が姿を見せないという話は本当のことなのだろう。さて、今は本部長のことより目の前の事件だろ。一足先に行かせてもらうぜ。私が本部長の都市伝説に困惑している際に、彼はさっさと外に出て行ってしまった。ちょっとアイゼン・スナー君、私を勝手にし、何を勝手に仕切ってるのよ。階級は私の方が上なのよ。思わずくんづけで呼んでしまったが、意外にもしっくりきた。年下で未だにヤンキーの格好をしているからだろうか。まあ彼の呼び名はセナ君でいいだろう。いつまでもヤンキー呼ばわりするのも気の毒だし。私は田中課長からもらった捜査資料を手に取ると、彼を追って駐車場へ向かった。ふう。車のナンバーは555-30。あったわ。車のナンバーを確認し、運転席のドアノブに手を伸ばす。セナ君も同じことを考えていたらしく、主導権を渡す前と運転席のドアに手を伸ばしたところで手と手が重なり合った。え、トゥクン。うわ。セナ君は驚いたように大きく目を見開き、慌てて手を引っ込めた。大げさな、私は病原菌か。しかしよく見るとセナ君の方が好調しているのが分かった。大げさな、どこの純情派アイドルだ。なんとなくワードセンスがに古さを感じるんだけど、サキさん、ちょっと待って、この時代は何年が設定なんだね。何年なんだろうな。なんとなくサキさんに年齢の詐称を感じる。ちょっとそこどいてくれる。ドアが開けられないじゃない。それはこっちのセリフだ。お前こそどけよ。運転するのはこの俺だ。はいはい、私が運転するから、あなたはおとなしく助手席に座ってなさい。冗談じゃねえ。運転席は誰にも譲らねえぞ。俺は運転なら誰にも負けねえ自信があるんだ。あのね、バカみたいにスピードを出してスピード違反で捕まられても困るのよ。アホか。スピード違反で捕まる刑事がどこの世界にいるんだよ。ここにいそうだから言ってるのよ。数分、いや実際には数秒か、私たちの睨み合いは続いた。なんかいいコンビじゃん。いいコンビじゃん。なんか楽しみになってきたわ、二人のこのやりとりが、関係性が。だがセナ君は仁王立ち、ガンとして運転席側のドアから離れる気配はない。自称世界最速の男のプライドは譲らないのか。年齢も階級も私の方が上なのに、私よりも優位に立ち上がっているのが見え見えだ。まったく、なんて子供っぽい男なのだろう。しばしの睨み合いの末、そんな彼に対抗意識を燃やすのがアホ臭くなり、私は運転席を譲ることにした。
全然いいと思うよ。お互いに主導権握りたがりなんだね、ロね。それこそ風見くんみたいにさ、助手席でふんぞり返ってりゃいいじゃんね。まあ語弊がある言い方だった。はい。G 県警本部を出てほどなくしたところで古びたトンネルに入る。えらく年季の入ったトンネルだ。そういえば知ってるが、運転していた瀬名君がポツリと舌足らずな言葉を漏らす。知ってるって何を？この夕谷トンネルってよ、超有名都市伝説の発祥の地なんだぜ。トゥンク、都市伝説？うブラインドマン事件のことが脳裏をよぎり、思わず目を伏せた。運転席を死守することに成功し、ご機嫌な様子のセナ君は、私の小さな異変には気づかず話を続ける。ほら、トレンチコート姿の女が出てくるやつ、聞いたことくらいあるだろ。あるけど、それがどうしたのよ。私は動揺を悟られまいと慎重に問い返す。ああ、その口ぶり、お前も都市伝説なんてデタラメだって決めつけてる口か。だとしたら、この事件、今のうちに降りといた方がいいぜ。どういう意味？俺たちが担当する事件、どうやら都市伝説が絡んでるらしいんだ。もっと詳しく説明してくれる？お、否定しねえのか？頭からデタラメだって決めつける捜査一課の連中よりはマシみてえだな。我が意を得たりとばかりに、瀬名君は危機として事件への概要を語り始めた。実はよ、ここ数ヶ月のうち、この事件下では複数の殺傷事件が起きている。いずれも捜査一課が血眼になって捜査中なんだが、未だに犯人の目星はついていない。けどよ、俺は同一犯の犯行だと睨んでる。どうしてそう思うの？断定的な口調が気になって問うてみると、瀬名君は迷いなく答えた。なもん決まってんだろ。被害者や目撃者たちの証言がどれもこれも女にまつわる都市伝説で一致しているからさ。なんだよその反応。やっぱりお前も俺のことをバカにすんのか。話しぶりから察するに、大方捜査一課内で持論を展開し、先輩たちに一生に付されたのだろう。無理もない。私もあの忌まわしいブラインドマン事件を体験していなければ同じ反応をしていたはずだ。私は、まあそのブラインドマン事件っていうのはどんなものかわからないので、そうだ、普段はデータベースは見ないんですけれども、さすがにブラインドマン事件、ブラインドマン事件とこう何度も連呼されると一体何なのかっていうのを知っておかないとちょっといけないかなと思うので、見てみたいと思いますね。データベース。はい。ファイル、意外と、2個あんだ。はい。都市伝説はいいや。はい。ブラインドマン事件。ブラインドマン事件。2年前に S 県 C 村で発生した連続猟奇殺人事件の続称。殺害方法は、立ちバサミによって両目を貫くというもの。その様子はネット上で拡散していた都市伝説。
ブラインドマンに酷似していたことから名付けられた。犯人の徹底的な証拠隠滅により捜査は難航、暗礁に乗り上げていたところ、別の事件で公判中だった関本総二郎が重要な情報を知っていると申し出たため、 S 県警 C 村文書特殊警ら隊、特殊警ら課、通称特ら課の面々が彼の尋問に当たることとなった。当時彼女は特ら課に所属しており、関本らの指示、関本からの指名で尋問を行うことになった。結果としては現職の警察官を含め関係者の大多数が死亡。警察上層部は徹底的に事実を隠匿、生存者である彼女に対しても箝口令が敷かれ、彼女は2年間地域課でくすぶることになったのだった。詳細な内容については隠蔽工作に阻まれるため判然とはしていない。さらなる調査が求められる。おや、誰か来たようだ。この続きは来客応対が終わってからにしよう。それにしてもこんな時間に誰だろうか。ネタが入ってるな。まあ結局のところよくわからなかったね。一つだけ大きくもう感じたところは、警察官を含めた関係者の大多数が死亡したっていう、この大規模さね。やばそうな匂いは確かにするよね。はい、まあいいか、行こう。まあ基本的にはちょっとよくわからなかった。なんか大多数の人間を殺した猟奇殺人事件が発生したっていうこと、それで仲間を失ってトラウマを持っているんだっていうことぐらいでいいかな。はい、ということで、瀬名くんが都市伝説の、証言にの中に一貫して女が出てくると、まあちょっとこちとら結構都市伝説の方やってきた人間の生まれ変わりですから中だけね前世は風見くんだったんで、今世は北条詐欺ですけど、現世か。ちょっとね、突っ込みどころはあるよね。証言内容に女が出てきたからといって、それがすぐ都市伝説に結びつけるっていうのはどうなんだろうなっていうのは、ちょっと、もう一つぐらい欲しいところだよね。事件現場がこのトンネル内だって言ってたっけ？ごめんね、記憶力がなくて。このトンネル内で全ての事件が起こっていて、で証言内容に女が出てきたとした場合なら、現場がこのトンネルで、このトンネルには都市伝説があって、そこには女っていうものが出てくるんだと。それがどうも証言と重なり合う部分があるために、これは関係あるんじゃないかと言われたら、確かに捨てきれませんねとはなるんだけどさ。ちょっと今回はどうしようかな。ということで、この選択の決定は次の動画で。